これ、ヨートビレッジの中も、雨でこれ、池がもう氾濫してるよね。もうこれ、雨で溢れちゃってしょうがないから、もう道横切ってあっちに流れてってるもんね。しかも晴れたらまた後で流された家具を回収しに行かなくちゃだしな。またあっちに流れちゃってるし、また泥も入れなくちゃだな。3月9日か10日にまた団体が来るって言うけど、それまでにピッチ、急ピッチ直さないとだよね。危うくあのイカダも流されるとこだったもん。